はいどうもこんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね1月30日に登場しますミラノダービーから、今回インテルとミラノ、こちらの8選手を紹介していきたいと思います。インテルからですねチャルハノール、シュクリニアル、ラウタロ・マルティネス、ブロゾビッチで、ミランからはトモリ、ラファエル、レアオ、トナーリ、ジルということで、まあミラノダービーからこちらの8選手登場するということになりましたので、しっかり1人ずつ紹介していきたいと思います。まずはですね、まあどっちからね紹介するか悩みましたけども、まあ、やっぱりもうホームということで、まあ、インテルの方から紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。どうぞ。ということで、まずセンターバック、シュクリニアルですね。今回の全選手の最大レベルはまだ分かっていませんが、最大の総合値は分かっているということで、最大総合値に合わせたレベルで見ていきたいと思っておりますので、最大レベルに関してはまだ予想の範疇にはなりますけども、まあそこまで変わってくるものではないのかなと思っておりますんで、シュクリニアルから見ていきたいと思います。シュクリニアルは最大総合値が95ということでしたので、最大レベル20で今回見ていこうかなと思いますけども、結構個人的に強いんじゃないかなと思っております。まあ瞬発力上げてないんですけど、まあスピードであったりディフェンス能力はある程度高く、通常と比べるとフィジカルコンタクトが4つ上がって91ということですね。まあセンターバックとしての能力値はかなり高いものを持っているのかなと思いますし、スキル面で見るとヘッダー、マンマーク、ブロッカー、スライディングタックル、闘争心の5つということになっておりますけども、結構このインテルのクラブセレクション初登場ですし、当たりなんじゃないかなと思っておりますね。ただ今週に関してはライブアップデートがいいということで、そこがねちょっとセンターバックとしては難しい部分になってしまっているのかなと思いますけども、来週以降の活躍に期待というところで、今の時点でね、獲得しておくのはありなのかなと思っております。続きましてブロゾビッチ見ていきましょう。今回のブロゾビッチは最大総合値が94ということになっておりますので、最大レベルは23で見ていこうかなと思っておりますけども、まあ、前回のインテルのパックが強すぎたということもありまして、グラウンドパス1上がっているんですが、他のところが総じてマイナスという結果ですね。ですのでインテルのパックの前回を育てられている方は前回、使っていただければと思いますけども、クロアチア代表のナショナルセレクションガチャとの比較ですね。こちら全く同様の上げ方すると、グラウンドパスが3つ高いのが今回、フライパスが3つ高いのが前回という形になりました。まあどうですかね、グラウンドパス90台乗せていますね。今回でもいいのかなと思いますけども、まあ正直どちらでもいいのかなというところですね。クロアチア代表をどこまで育てているかによるのかなと思います。続きましてラウタロ・マルティネス見ていきましょう。ラウタロも結構な回数登場しておりますね。今回最大総合値が94でしたので、最大レベルは22で見ていこうかなと思っておりますけども、まあ、オフェンスセンスは90台ということになりました。決定力はですね、まあ、8つ上がって86ということになりますんで、まあもう少し上げてほしかったなというところなんですけども、まあ、スピード瞬発もしっかりありますし、キック力80でボディコンは90台ということになります。まあ、ボディコンオフェンスセンスが90台というところで、ここら辺はかなり高いのかなと思いますし、スキルはミドルであったりヘッダーワンシュー持っているセンターフォワードということになりますけども、まあ、今週はライブアップデートが D ということになりますので、今週はね、使っていけないのかなと思いますね。ということでインテルのパックのラウタロ・マルティネスとの比較になります。まあ、結構マイナスも満たすという結果になりました。特に決定力が2つ上がっていますね。というのも最大レベルが27、前回より最大総合値95までいきますので、これはぜひね、インテルのパックの方を使っていただければと思いますし、プレイヤーオブザウィーク10月27日に出ましたボト W との比較になります。前回 PK キッカーであったりチェイシング持っているんですけども、ドリブル能力であったりパス系に関しては前回の方が高いんですが、今回はフェンスセンスが高いという結果になっています。まあ何よりボト W は育てられないというところを考えると、個人的には今回の、ラウタロでもいいのかなというところですね。アルゼンチン代表のラウタロ・マルティネスになります。最大レベル全く同様で見ていきたいと思いますけども、どうですか？オフェンスセンスが高いのが今回なのかなというところなんですけど、まあスピード瞬発であったりボディコンも今回の方が高いので、個人的には今回のインテルの方がおすすめかなという印象ですね。続きましてインテルラストチャルハノール見ていきましょう。チャルハノールに関しては最大総合値が95ということですので、最大レベルは33で見ていこうかなと思っております。結構インテルのこのクラブセレクションに関しては当たりの選手なのかなと思っておりまして、まあミッドフィルダーながらドリブル能力パス系しっかり高いですし、決定力もしっかり80台にまで乗せることができるという結果です。まあスピードも速いですし、キック力もまあほぼほぼ90台ですね。スキルはミドル、無回転、ドロップ、シュート系多いですし、スルーパスであったりピンポイントクロスも持っているミッドフィルダーということになります。ということで前回のこちらトルコ代表のポット W になります。まあ、こちらと比較するとまあ一目瞭然かなと思いますので、ぜひね今回の方に乗り換えていただければと思いますし、セリエ A ガチャのチャルハノールになります。ジャンプ、フィジコン、アグレッシブネス以外はほとんどプラスですので、ぜひ今回のチャルハノール使っていただければと思います。インテルのパックのチャルハノールですね、今回最大総合値が95で1つ上がったということもありまして、今回の方が強く育てられることができるのかなと思います。
最後にトルコのナショナルセレクションガチャとの比較ですね、こちらも同様かなと思っております。まあ、今回のインテルかミランかというところで、インテルの中ではチャルハノールか、まあ、シュクリニアルかというガチャになっているのかなという印象ですね。続きましてアウェイミランの方を見ていきましょう。まずはラファエル・レアオということで、まあ、レアオに関してはね、パックの方がやっぱり強いなという印象になりました。まあ、前回の方を持っている方は今回乗り換える必要はないのかなと思っております。ポット W のラファエル・レアオも強いですね。まあ、オフェンスセンスが結構マイナスという結果になってしまっていますので、これはね、前回の方を使っていただければと思いますが、こちらはブルノ・フェルナンデスのパックですね。比較すると最大レベル同じなんですけども、ドリブルであったり瞬発力、そしてスタミナが今回の方が高いという結果ですので、これはぜひね、今回のレアルに乗り換えていただければと思いますし、ポルトガルのパックになります。こちらは瞬発力、キック力、スタミナがプラスという結果になりました。最大レベルがこのままなのであれば、ぜひね、今回の方を使っていただければと思います。続きましてセンターバックトモリですね。トモリに関しては最大総合値が95ということですので、レベルは25で見ていっておりますけども、まあ、結構ディフェンス能力上がるなというところですかね。まあ、ただスピード瞬発上げても良かったのかなと思いますけど、まあ、とりあえずこの能力値の比較で見ていきたいと思いますけども、ミランのパックのトモリですね、やはりディフェンス能力高いなという印象ですかね。まあ、ジャンプであったりフィジカルコンタクトもしっかり90台ということになりますし、ポット W のトモリとの比較です。やはり週刊 B に関してはディフェンス能力低いですね、ということですので、ぜひ今回のトモリの方を使っていただければと思います。続きまして隣ですね。隣に関しては最大総合値が94ですので、今回のレベルは928で見ていっておりますけれども、どうですかね。まあ、ディフェンス能力、ボール出しアグレッシブさある程度高いなというところ、プラスパス系も89、87ということで、まあ、スキル面で見た時にダブルタッチ、ミドル、ワンバン持っていますし、インターセプトを持っているアンカーの選手ですので、ぜひね、使って、まあ、使用感気になりますね。で、前回の8月25日に出ているミラーのパックとの比較になりますけども、パス系だったりディフェンス能力が高いのが今回という結果になりました。まあ、ぜひこれは今回乗り換えていただければと思いますけども、イタリア代表アッツリのナショナルセレクションパックですか、こちらと比較するとオフェンスセンス、瞬発力、ボディコン、ボールダッシュはプラスという結果ですので、まあ、ぜひ28なら今回乗り換えていってもいいのかなというところですね。最後にセンターフォワードジルー見ていきましょう。ジルーに関しては最大総合値が92ですので、最大レベル25で見ていっておりますけども、ミランのパックとの比較で言うと、ヘディングが高いのが前回ということになりました。今回はボールキープが高いですね。同じ能力値の上げ方しておりますので、個人的には空中戦が高い前回でもいいのかなというところですね。続きまして、レブルーラ、フランス代表のジルーになります。ボールキープが高いのが今回、ヘディングが高いのが前回という結果になりました。最後にワールドカップのプレイヤーオブザウィークとの比較です。オフェンスセンスが今回かなり高いので、今回でもいいのかなと思いますけど、前回ワンシュー持っているんですよね。空中戦能力者が高くワンシュー持っているのが前回という結果になっております。はい、ということで本日はですね、ミラノダービーからこちらの8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。結構このシュクリニアルであったりチャルハノールに関しては結構な当たりの選手かなと思っておりますので、ぜひね、引いていただければと思います。まあ、ミラノダービーも直近に迫ってきておりますので、デルビーディミラノに関しても、かなり楽しみな試合の一つですね。はい、ということで本日はこれに終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では